皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。焼き鮭専門ノック専属コーチのさやです。ということで、なんかあのこれ久々っすね。これ違うよ、そっち買ってくれたの。違うよ、服の紹介じゃないのよ。今日清楚系清楚系動かないんだよ。そんな世界旅行って行ったことありますか？私海外はね、中国しか行ったことがないんですよ。あ、僕ニュージーランドとアメリカ行ったことあるけど、うん、ただ基本的にそんなに海外行ったことないと。でもご時世的にちょっと今行けないね。コロナもあるし、はい、ちょっと行きづらいなということで、今回やっていく企画はこちら。ドドン、ダイナミックプロの絵師がアートで世界旅行チャレンジ。何何さした今はい、はい、まあ、アートで世界旅行って何ぞって話なんですけど、国って何が違うって、まあ、いろんな文化が違うんですよ、やっぱり。でその文化が違う中でアートって共通なようで結構違うと思うんですよ。っていうことで今回はここ、はい、今から見ててください。せーの。場所変わってないんだ別に。じゃじゃーん。でれんと世界地図です。なんかかっこいいやつしか売ってなかった。なんかね、そう、妙にかっこいいのしか売ってなかった。で今回はもしかしてところどころジョージさん。ところどころジョージじゃない。パチモンみたいですね、やってください。おいしや。はい。ダーツの旅ですよ。今回はですね、あのダーツの旅 with アートみたいな。ダーツの旅 with インドアではなく、まあインドアでもある。世界旅行行った気にアートでなろうというチャレンジでございます、はい、なので今から僕たちは1回ずつ投げて、刺さった国の芸術文化とか、うん、まあなんかもろもろ調べてきた上でどんなイラストを描くっていうのを決めて、それぞれお絵描きチャレンジをしていくと、はい、そういうことになります。まずはお前の心からだ。やめなさいよ。ダーツ刺したら死んじゃうの普通に。トス、はい、じゃあ今から早速ダーツやっていこうと思います。清楚とはほど遠い。すごい、これ後ろに襖があるんだけど、良い子の皆さんは絶対に襖にダーツ刺さないでください。あのお母さんに絶対怒られるからね。なんか夏目さんってそういうの多くない？お前らやってるくせにお家で絶対やらないでねっていうのあるから、真似できんのやれやって。いやこれは違う、大人の力。まあそういうことだ。じゃあまずさやからいきます。オッケー。さやダーツできんの？そもそも。え、できるよ。そもそもの話なんですけど。上手だよ。でこれオーシャンに刺さってしまった場合どうすればいい？オーシャンはどの国の領海かを調べましょう。さあ行きましょう。さあさやさん、何その前は。参りましょう。これは飛天御剣流ダーツの投げる。なんでだよ、やんねえだろ、オロじゃないの。拙者ね、普段あんまり書かない地域がいいなと思って。なるほどね。南米を。南米か。南米付近を行きたいなと思って。なるほどね。行きます。お願いします。パジェロ、パジェロ。世代世代ちょっと世代世代。いくよ、へい。わ、何見てみましょう。おどこに刺さったのか。ブラジル。ブラジル真横。タタ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 ってことでしょ。サンバね。サンバってブラジル？あ、でもそうか、リオのカーニバル。ってことでしょ。ブラジルからこう見てくださってる。そうなんですよね。確かに確かに、最近コメント欄にブラジルの方多いので、ちゃんと勉強してやらないとダメですよ。いやそうですね、はい。で次ゲンさん。じゃあ僕行きましょうか、はい、どこ行きますか。どうしようかな。普段描かないものってさえ言ったじゃないですか、うん、僕逆で普段描くとこ狙っていきたい。だから僕はフランスを狙いたい。僕が大好きな、もう一番好きな先生がメビウス先生って、もう何度も言ってんだけど、そうですね、メビウス先生はじめアートスタイルでバンドデシネっていうのがすごい好きで、今回ちゃんとバンドデシネにチャレンジしてみたいと、あと皆さんに紹介したいという思いもあって、うんうん、フランス狙います。おー、ちっちゃフランス。さっきブラジルだってすっかいけどさ、ね、ヨーロッパは細かいからね。しかもダーツさ、初めてなのよ、こんなんでやんの。待って、どうしよう。いきます。はい、せーの。おい、海。海。これはどこの海？これはどこ？え、ノルウェー、ノルウェー、アイスランド、イギリスのなんかさ真ん中あたりに行っちゃったんだけど、ここどこだ？この位置は一体どこに属してる？この位置は一体どの国に属してるのか分かんないので、ちょっと了解調べてきます。だってちょっと調べて調べて調べて、やべ。一応今調べてみたところ、これがシェトランド諸島って書いてあるのよ。でイギリス地図に載ってるのね。ここの海がイギリスなんかって、ごめんなさい、今すぐ調べてパッと出てこないので、うんうん、イギリスということにさせていただきます。ということで今回僕たちはさやがブラジル、ブラジル、僕がイギリスについて調べて勉強した上でイラストを描いていこうと思います。
集、楽しみ、めっちゃ楽しみだな、もう一回やりたい。宿題終わりました。宿題やってきたよ。じゃあではでは、はい、どっちからいきますか。じゃあ私からやらせていただこうかな。ブラジル、どういうテンションなんでしょうね。さやさんが紹介するブラジル、タララララララ教習所みたいな効果を入れるのやめてください。正式名称は、はい、ブラジル連邦共和国。ゲイさん、ブラジルの首都ってご存知ですか。ブラジルの首都ってなんかブラジルみたいな名前だったよね。あ、そう、ブラジリアです。あ、そう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 、はい、人口は2020年時点で2億1200万人。すげーいっぱいいるのね、はい、公用語はポルトガル語だそうです。ポルトガル語で赤い木を意味するパウブラジルという木が国語の由来だそうです。へー、はい、そして小学生の頃にブラジル人のお友達が転校してくるということで、はいはい、ポルトガル語に初めて触れたさやさんは、ポルトガル語の季節っていう単語の字面がかっこよすぎて創作漫画の呪文名に使ってしまったっていう黒歴史があったりなかったりするんですけど、あるじゃんそれ。エスタサンドターノって言いたいじゃん。あ、これブラジル料理だったんだと思ったのもあったのに、うん、シュラスコってあれってブラジル風バーベキューで、へー、パイナップルが出てくるのも定番なんだって。あとポンデケージョって知ってる、ちっちゃいさ黄色いさもちもちしたパン、うん、コンビニとかでよく売ってるやつ、あれブラジル料理なんですって。へえ。だからアマゾン川の方行くとピラニアとかワニも食べれるから行ってみて、美味しいみたいだよ。屋台で普通に並んでるワニが。あ、でもなんかテレビで見たことあるな、ワニさんの手が当たり前のように並んでるやつ。怖いよね。ここからはちょっとゲイさんにクイズ出そうかな。珍しい、さやさんからクイズコーナー。ブラジルといえば、はい、カーニバルじゃないですか。あ、もうリオのカーニバル、ね、あれはもともとはキリスト教になぞられたお祭りなんですけれども、はい、あ、そうなんだ。ちゃんと審査員がいる競技なの。優勝賞金もちゃんとあって。へー。その優勝賞金いくらぐらいだと思いますか。ある程度でもでかい大会でしょ。だってリオデジャネイロのさ、いや、そうです、リオのカーニバルって世界的に有名な大会です。1000万。1000万、はい、それって日本円。え、待って待って、ブラジルの通貨ってなんだっけ。そんなの言えない。いや、言えよ。正解はでで1000万レアルでした。わー、当たったね、ゲイさん、おめでとう。円で考えてたわ。待って、レアルっていくら。円でした。1000万レアル、日本円にして約4億円。やば、マジ。まあ一応ね、カーニバルの概要もちょっとご説明すると、はいはい、まずコミッサオンデフレンチがまずエスコーラを紹介して、次にアーラダスバイアーナスが登場して、あの徐々にパーティーがどんどん盛り上がっていく。おい、冒頭で読者置いてきぼりするんじゃないよ。専門用語以外で喋るよ。はい、もうこれはゲイさんにね、私絶対にこれ問題に出そうと思ってたし、ご褒美も用意しちゃうかな。ご褒美も用意しちゃうの。はい、なんと優勝賞金は1000万レアルです。見えすぎて分かる嘘つくなよ。順番逆だよこのネタ。なんで先に4億って言ったとそれを賞金にしちゃうの。下手くそか。日本とねちょっと近しい考え方がある部分を見つけまして、はいはい、宗教ですね。カンドンブレもしくはカンドンブレっていう民間信仰の一つで、このカンドンブレの神様のことをオリシャっていう、自然に宿る神々のこと。あ、じゃあニャオヨロズの神じゃん。あ、そう、まさしくそれです。割とそうじゃん。日本の神道ってニャオヨロズの神って言ってさ。言えよ。日本の方は言い間違う。そしてそんなたくさんいるオリシャの中から問題です。デドン。そこか。はい、オモルっていう神様がいるんですけど、病気と再生を司る神様です。かっこいいな、ちょっと。そう、病気を癒し時には与えたりもするっていう、病にも神が宿ってる、うん、ちゃんと意志があるっていう考え方なのかな。そういうことね。で、そんなオモル様の大好物ってなんだ。は1ポテトチップス、2チョコレート、3ビーフジャーキー、4ポップコーン、どれでしょう。え、その最高のおつまみを全部揃えてみました。マジか。全部いい、うまいじゃん。俺だって好きだよ全部。僕だってオモルでじゃん。いやでもこれは多分ね、ブラジルで栽培されてるものでしょ。あ、そうだね、名産感あるやつでしょ、うん、ブラジルに馴染みの深い食べ物。カカオがブラジルで有名かどうか分からんのだよ。芋育ててそうなんだよな。でもさ、トウモロコシ、やだやだ、当ててくれなきゃ、やだやだって。いや、分かった、分かった、ゲンさんの等しくんが言ってるよ。ゲンさんの等しくん。神様に捧げるときに火を入れるということを考え、火を入れたときにパッ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 パーンってなるポップコーンと見た。正解はポップコーンです。すごい。嘘、ゲイさん当たっちゃったから、じゃあちょっとこれもう一人増やして。いいよいいよ。はい、じゃあおめでとうゲイさん。なんか特殊なカップルみたいになっちゃった。
あ、じゃあもう早速本題です、はい、ここからなんですね。そう、ブラジルにはねコルデル文学っていう大衆文学があるんですよ。もうファンタジーでもいいし、うん、政治経済のことについてもいい、内容はもう何でもいい、うん、だけど文章が韻を踏んでるらしくて、でそれを歌にして、うん、こうギターと一緒に音楽にする人のことをコルデリストって言ったりするぐらい、そうちょっと面白い文学があって、これくらいちっちゃいなんか小冊子に印刷されて売られてることが多いんだけど、はいはい、物語が、そう、その表紙を毎回飾ってるのは、うん、なんと木版画だそうで、うん、へえ。だから今回さやさん木版画に挑戦してみようかなと思って。おお、初めてじゃん。ということはじゃあさやさんあれなんですね、今回はコルデル文学の表紙と想定されたものを作る。そう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 、中身もなんとなく韻を踏むと。さやさんの文章力に期待するとお前が痛い目見るぜ。まあまあまあ、ということで、じゃあそういうこと、冷静沈着、僕こんにゃく、お前の地元はタイバンコクといったもの。これにてさやさんのブラジル紹介を終わります。起立礼。授業だったわ。ラララララララ、授業じゃなかったわ。まだ教習じゃやつ。エスタサンドダーノ。じゃあ次ゲンさん、はい、今回僕はですよ、シェトランド諸島付近に当たったと。 あの辺はイギリスですよ、やっぱり。そうですね、はいはい、正式名称いっぱいいると思うんだけど、これあの多分ね、一緒に言おうよね、一緒に言おうよ、いきますか、せーの、グレートブリテンおよび北アイランド、間違えんの、お前間違えた、うん、私北部アイルランドと思ってた。あ、でもそれでも合ってると思う。まあ北ってことが分かればいいよね。合ってると思うけど。イギリスはイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国が合体して、うん、いろんな民族の文化がこう混ざり合ってる国なわけですよ、うんうんうん、まあ、だから世界中から集まってきた移民とかも共存してね、うん、まあ、ロンドンでそう言われてるみたいだし、だからいろんな文化が混ざり合った育まれた多様性があるという素敵な国なわけなんですけど、はい、アートがすごい身近らしくて、美術館とか博物館はね大概入場無料なんですって。誰もが平等に文化を楽しめるようにっていうので、うん、2001年から入場料を撤廃したっていう、素敵な文化があるから、もうすでにイギリス行きたくて。アートで言うとまずは民族文化でしょ。そしてさやさんがここ1年ぐらいハマってる水彩画、うん、はい、水彩画、はい、そしてストリートアートの文化、いやちょっとその辺に注目しながらいろいろ調べてみて、うん、まあ、まず民族文化、スコットランドのキルトっていうのが多分一番皆さん馴染みある男の人がつけるあのスカート状の伝統衣装、ベジータの頭みたいな額持ってるやつでしょ、バグパイプ。あとはね、そう、例えばウェールズとかでウェルシュタペストリーって言って、ウェールズってあの1800年代初めに牧羊農業が盛んになって、うんうんうん、そこで手に入る羊の毛織物というか、うん、有名だったりするんですけど、それもすごい模様が可愛いんですよ。それでガマグチ財布作ったりしてるのもあるんで、さやさん好きだと思った。好き、ガマグチの財布好き。そう、それで調べててさ、めちゃくちゃ面白かったのがさ、うん、ポケモン剣盾ってあるじゃん、あれ舞台がガラル地方ってイギリスだったじゃないですか、うん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 、ウールが多分いたのってそういうことだと思うんだよね。あー、そう、あのホップね、主人公のライバルのホップのパートナーで、うんうん、ウールーだったりバイウールーに進化して僕たち波乗りに流されたっていう、詳しくはこちらのゲームチャンネルの動画でなんですけども、宣伝だ。でウェールズって国旗に想像上の生き物がいまして、わかった、ドラゴン、正解、ウェルシュドラゴンって言うんだけど、ウェールズの赤い竜っていうのは、うん、伝承の中で白い竜と戦う姿っていうのが描かれてるわけですよ、うんうんうん、巨大マックスリザードンと巨大マックスジェラルドンで、ダンデさん VS キバナさんが、うん、ウェールズの赤い竜と白い竜のバトル、お、かっこいいっていうのが多分それがモチーフ、モチーフかもね、というのがありつつ、スコットランド面白法律クイズ。はい、まあ、イギリスって変な法律いっぱいあるらしいんですけど、スコットランドでは10歳以下の男の子が見たら違法、さあそれは何でしょうか。じゃあ選択肢出しましょう。 A 裸のマネキン、 B 悪魔のトルソー、 C バイキングに関するもの全般、 D メスの牛。え、いやでも待って、バイキングに関するものかっていうのって多分分かんない気がするから、禁止するとしたらだって全然身近なものだと思う。ほうほうほう、悪魔のトルソーはまずない。すごい消し方ですよ。そう、なんか裸のマネキンかメスの牛だと思うけど、はい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 、意味が分からないという点で言うとメスの牛。おー、ファイナルアンサー、ファイナリティギガンティックアンサー、かっこよくしないで。正解は、はい、 A の裸のマネキンでした。残念。メスの牛ってどっから出した、ゲサが考えたの、俺が考えた、え、天才なんだけど、 ありえそうでしょ、こんな天才に出会えたことに私は感動を禁じ得ない。なんでだよ。何が面白かったって、僕が想定した通りに思考回路を巡らせて想定した通りの答えまで言ったから、もしかして私ここにいた、もう完全に僕の手のひらの上でゲンさんの手のひらの上でサヤさんが踊り狂ってたよ。え、なんで、裸のマネキン、うん、あ、もうシンプルに刺激が強いというか、あ、らしいけど正確なところはわからない。まあ、っていうのが、まあ、民族文化いろいろありますよと。でさらに水彩画文化、イギリスって水彩画を発展させた国っていうのをよく言われてるみたいで、
そもそも昔の価値観って風景画っていうのは作品としての価値はなかったらしいんですよ。さっきもさやのがその宗教的な話あったけど、うんうん、宗教的なものっていうのが芸術的価値っていうのが認められてたっていう、うん、まだそういう時代なの、うんうんうん、価値として認められる幅が多分当時はね今より狭かったんじゃないかなっていう感じだったんだけど、うん、それをスケッチじゃなくて絵画作品としてジャンル成立させたのがイギリス画家たちですよっていう、あーそういうことなんだ、意味で水彩画の国と素敵、そういうこと、うんうんうん、最後ねストリートアート文化、うん、最近の最近ですね、本当に近代ですよね。ストリートアートはアメリカのヒップホップ文化のところからやっぱり発祥してくるものだから、まあ一概にこうイギリスとは言えないんだけど、割とねアートに寛容らしくて、普通に描いたら器物損害罪に当然イギリスでも問われるけど、うんうん、あの一部グラフィティをいいよって言ってる場所がある、うんうん、ロンドンだと有名なグラフィティトンネルのリークストリートっていう、もうトンネルバーって長いの全部にもうアートがあるみたいな、へー行ってみたいんだよ、その文脈なのかどうかっていうのはともかくとして、まあ、覆面アーティストのバンクシーとかもね有名ですよねイギリスだと、まあ、バンクシーに関しては若干あの犯罪行為もしてる、あーそうなんだ、うん、すごく有名だし価値もついてるけど、一応風刺的な意味合いもあって、うんうん、ちゃんと法律として書いていいよって場所以外にもやってる人だから、うんうん、だから表舞台には出れないっていう人ではあると思うんだけど、薄くなぞっただけなんで、これが全部とは言えないんですけど、民族文化、まあ絵画文化の特に水彩画文化、うん、でストリートアートの文化があって、でめちゃくちゃだからこういろいろあるんだよねイギリスって。な中で僕今回チャレンジしたいのが、うん、水彩画、おおいいですね、はい、ゲンさん水彩画アナログほとんどやらないからね、はい、でも初チャレンジに近い、ちゃんと水彩画的な技法を考えながら手探りでチャレンジしつつ、ちょっと民族的な要素も入れられたらなと。おおゲンさんが結構そういう珍しくない、そうでやったことない、うん、コードは今回登場しないということですか。そうしよう出るそうです。それは分かんない、やらないとは言い切れないやるとも言ってないけど、出ちゃうかもしれないということで、もう長くなりましたがこの後早速作っていこうと思います。頑張ります投げたよダーツさあ珍しくアナログで作画していきたいと思います。うお細かいペン入れから始まりましたね、はい、アクリリックインクで、あの以前紹介した、はいはい、耐水性のあのインクでペン入れをしております。はい、まあ、ここに関してはまあいつものっぽい絵にはなってるんだけど、これがどんな絵かはちょっと終わってからねまた解説していきたいなと。まあ、でもここからねペン入れを全部完成させた後、はい、まあね、本番である水彩での色塗りやっていくんですが、なんかさやがいつも使ってる道具をね横から借りて、はいはい、マスキングインクでこうやってねもう大変でしたね。いや色が難しいってずっと言ってたね、ずっと言ってた、もうあのなんか色が思うように動かなくて、うん、いやでもすごいにじみ綺麗、そうっす、うん、まあ、ずっと褒めてたもん、なんかずっと褒められてたけどずっと卑屈だったよ僕、なんか全然できないやつ、ここすごいって言ってたのに、うん、ずっと僕横でモヤモヤしてた。そういややっぱね難しかったよ、まあ、普段さやが当たり前のようにやってるからなんか簡単なわけないんだけどさ、なんかできる気がしちゃってたんだよ、ね、いやでもねさやさんはこの黒の使い方しないんでね、ゲンさんの個性バシバシ感じますよ。いやもう黒がないと不安になってしまうんですよはい、さやさんのターン、はい、なんか一気に図工室みたいな色味になってしまったんでいつにないあの画面が出ましたけど、まあでも懐かしいな、なんか、はい、いやむずい、細かいとこ全然なんかえぐれる、全部もうね勢いでゴリっていっちゃうもんね。いやそうなの、でもなんか濃くなってってる、そう頑張ってね、最初ねちょっとね別の方法で、はいはい、あの細く削っていこうかなと思ったんだけど、はいはい、もう全部削っちゃえってことでこうなって、なるほどね、はい、でこっから絵の具つけてバレーン小学生以来だこれ見たのみんな覚えてる、これバレンって言うんだよ僕今知ったわこれ今思い出した500円ですあーできたできたできた、はい、じゃじゃーん、いやで真ん中にちょっと、はいはいはい、ブラジルっぽさをね、さやさんもちょっとやりたいなと思いまして、普通に水彩絵の具使い始めてる結局どっちも水彩やってるっていうね、はいはい、もうカーニバルのお姉さんを描かせていただきましたわよね、なんかいつもよりもなんかこう濃い感じのお顔になってる、はい、カーニバルのお姉さんもみんな素敵だった、だからねちょっといつもよりメイクを濃いめに描いてみましたの。じゃあさやさんもこのメイクしてみましょうか、目力ということでダーツに当たった国のアートチャレンジ終わりました。終わった、いやお互い結構難産だったんじゃないですか。いやもう試行錯誤の祭りよ、まあまあまあ、それでは行きましょう、せーの、でどーん、おーおー、なんかなんかドラゴンの迫力すごいね、はい、書き込みすごい、もうこれはねウェールズですよ、
ウェールズ、はい、イギリスの中のウェールズをちょっとフォーカスして今回書かせていただきました。うんうん、あの国旗に書いてあったウェルシュドラゴンってやつね。あ、こっちも、うん、こっちウェルシュドラゴンの赤ちゃん。やがてこうなる。そう、やがてあの関門期とか、うんうん、育っていくにつれてこの辺抜けてるけど毛がこう抜けてって徐々に皮膚が硬質化してこうなっていくわけですよ。あ、じゃあペンギンと一緒ってことだ。あいつらそうなんだ。だって赤ちゃん、ペンギンの赤ちゃんでなんか徐々にボフボフって抜けてってさ。まあ確かに。なんか残り毛みたいなのがたまに見えてるじゃん。確かに。まあそれに、そうかな。私も似てる人だ、ちょっと。まあ確かに。あ、ウェルシュドラゴンはペンギンだったということか。広く見たらもしかしたら鳥類なのかもしれない。ああ、そうだね、うん。このまま順調にウェールズの人に怒られていこうね。なんだけど、これあの、子供の時に、この子が、はい。大昔に助けたウェルシュドラゴンです、これ。育ったの。育った。そう。がこうなしてんのもう。あ、なんか。かこのぐらいの頃に、この子が幼女の頃に出会ったわけよ。うん、え、じゃあウェルシュドラゴン育つの早いんだね。早い。大人の姿になるまでが早いけど、うんうん、まだまだでかくなる。ここから100年ぐらいかけて、あの、成熟している。このお花と、この、はい、着物っていうか、うんうん、民族衣装みたいな形の、うん、これが、セントデイビッドデイっていう、ウェールズのお祭りというか、祝日をモチーフにちょっと今回書かせてもらいました。へ、う、ぇ、んうん、なんかね、セントデイビッドっていうね、うん、あまあ、ざっくり言うと偉い人なんですけど、うん、偉い人っていうか、伝説のね、うん、そう、あの、偉い人が亡くなった日、命日を祝う祝日らしいですね。まあ、その日、なんかパレードとかコンサートが行われたりして、街中この格好になる。すごい、なんかね、楽しいって。いや、そう、こういう高い黒鷹帽というか、めっちゃ可愛いその帽子にこの下にこう、うん、なんていうのほっかむりというかねレースのほっかむり、うんうん、であとはなんか赤と黒チェックのコーデみたいな感じ、うんうん、もうなんかそこがね明確に同じ衣装って感じじゃないんだけど、うんうん、だいたいこのカラーリングのバリエーションがあるみたいな感じですね。個人的にはまだ全然納得いかないというか一発勝負だったから、うん、はい、あらいつも見慣れたぐらいですね。確かに、はい、ちょっと最終調整だけちょっとお姉さんになったね、はい、少し整えました。はい、じゃあさやさん、はい、え、めちゃめちゃいいね。なんか周りの雰囲気すごいわ。もうね超難しかった、うん、もう細かいとこ全然掘れない。ここなんか気ついてない？気ついてない？気ついてる。ごめん。え、なにこれ？え、木がしかもくっついてるじゃん破片。なんか木版画って感じするよね。ならんやん。実はこれ2枚目なんですよ木、ね、そうやり直してましたね。そう1枚目間違えちゃって、はい、なんか細かいとことか全然掘れなくて、はい、そうゲンザラシとかいたんだけど間違えて顔全部削いちゃったりとかしたんで、うん、リストラして。なんかでもザラシっぽくない？こいつ。いやこれは違う、ナピ目なの。これ本当ナピ目なんだけど、うん、これどうしたの？ナピ目なんだけどインクがつかなくて。そういうことね。そうそう、なんか尻尾みたいになっちゃった。そう、尻尾みたいになっちゃった。もう掘るのめっちゃむずい。いやー大変そうだった、うん、あとね版画セットがなくてね。いやそう、でもバレン買いましたから今回。今回のためにバレン買ってやってたね、はい、あの画材屋さんのお店の人にね、うん、これを買っていく人は初めて見たって言われたからね、うん、まあ、最近なかなか出ないみたいですね、うん、やっぱり。まあバレナーいないのかもしれないよね。バレナーって言わねえ。いやそう、なんかねコルデル文学 の、はいはい、その表紙で使われてる木版画に、うん、こうちょっとよく出てくってるなんかモチーフをちょっと入れたんだけど、ちょっとブラジル感薄くなっちゃったなと思ったから、じゃあもう源さん隣で水彩しててちょっと羨ましいから水彩やっちゃおうって言って、普通になんか絵描き始めて、うん、あ、半端じゃねえんだ。いやちょっとねブラジルのねお姉さんたちを見ながら描くのすごい楽しかったです、ね、いやでもなんかすごいいつもよりセクシーですね。いやそのメイクバチバチですよ。いやでもそのキラキラ感すごい出てる。ありがとうね。もう水彩がちょっと楽しかった。いやでもなんかね水彩今回やって思ったんだけど、うん、さや結構いつもなんかさらっとやってるけど、うん、あんなさらっとできんわと思った。思い通りにならない。思ったより言うてまあいつも絵描いてるしいけるやろみたいな、うん、まあ、いけんでしょって気持ちで結構軽い気持ちでやったらね、うん、お前そっち行くんかいみたいな。いやそうそうそう、ジョンっつってなんか水がコントロールできなくてね意外と苦戦したので、あーなんかサイさんちゃんと水彩がしてんだっていう謎の感心してしまった。いやもうゲンさんが水彩してる時もね、はい、めちゃめちゃサイさんおせっかいおばばだったよ ね横からずっとね、これも使いな、もうこの筆も使えない、あ、こっちにもいい絵の具があるからねって言って、もう完全に横からなんか差し入れすごかった、うんうん、水彩おばばだった、ね、いや世界旅行したいな、僕世界行ったことないからほぼ。いや行きたいね、うん、ということでこちら、はい、また好評であればまた第2弾とかね、はい、いつかやってみたいなと思ったり、そして本当に海外に行って、はい、海外でその国のアートを直で体験してくるみたいな動画が撮れたらいいのにね。いいのにな。っていう気持ちでこれからもやっていきたいと思います。はい、世界旅行しなくていいから、うん、ダーツだけやらせて。あのダーツ楽しいんだよね。めっちゃ楽しい。あれターンって、うん、後ろの襖がいい感じに刺さるんだよ。襖にちゃんと穴開いてたから。ターン。
皆さんはやんないでください。あの吸盤のやつにしようね。吸盤のやつか後ろ発泡スチロールにしよう。あ、そうですね、はい、夏目さんちは責任取れません。はい、夏目さんちは責任取らなくていいので穴開けました